おはようございます。チロチロです。本日はサムネイルの通りとなっておりますが、新旧バリアスコートと KF96 シリコーンをトリプル対決していこうかなと思っております。新しくワコーズさんのバリアスコートが発売されましたので、早速そちらを使っていきたいなと思っております。まずはじめに嫁さんの車ソリオのボンネットの状況を見ていただいておりますが、コーティングが、しっかり効いている状態ですので、まずコーティングを取って剥がしていこうかなと思っております。本日は新バリアスコートとなっております。よろしくお願いいたします。コーティング剥がしでいつも使っておりますリンレイさんの水垢取りスポットクリーナーを使用して、まずコーティングを剥がしていきます。まあ、剥がすだけの作業となりますので、ところどころ早送りでお送りしていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さーっとリンレイさんの水垢取りスポットクリーナーの方でコーティング剥がせましたので、ただいま現状確認しておりますが、どうでしょうかね。やはり綺麗にコーティング剥がれていますね。完全に浸水になっているのが確認できるのではないかなと思っております。全然水引いてないですね。ただいまシャワーで水かけておりますが、全く撥水していないのが確認できるのではないかなと思います。もう完全に浸水、浸水と言いますか、もう全然水が引かない状態ですね。これで完全にコーティングが剥がれている状態だと思いますので、これから新バリアスコートを使ってトリプル対決を行っていこうかなと思っております。今まで私の動画で旧型のバリアスコートを使って動画を何本かアップさせてもらいましたが、この度新しくワコーズさんの バリアスコートがリニューアルされました。いつ頃新発売されたのかはちょっと詳細はわかりませんが、 Amazon で見つけましたので早速ポチりました。価格の方は旧バリアスコートに比べてだいたい200円から300円ぐらいちょっと値上がりしている感じでしたね。で、まだあんまりレビューも書いてませんでしたし、一回試してみたいなと思っておりましたので、本日これからやっていこうかなと思っております。新バリアスコートをやっていきます。右側が新しくリニューアルされましたバリアスコートですね。新バリアスコートです。品番は A-142 となっております。旧のバリアスコートが A-141 ですね。パッと見あんまり違いはないんですけど、若干パッケージは変わってますね。で、大きく違う箇所が何点かありますので、これから紹介していこうかなと思っております。本日は新バリアスコート KF96 シリコーン旧バリアスコートを使って対決動画を作っていきますので、よろしくお願いいたします。パッケージの方はあまりデザインは大きくは変わっておりませんので、購入される際は間違わないようにしてください。で、中身を開けますと缶が入っておりますが、缶のところで大きく違う点が2箇所ありましたね。まず紹介していきます。缶の方に大きく変わっている箇所は記載されていることが違いますね。艶出し効果に優れるため施工後外観が大きく変化する場合がありますって書いております。それがちょっと見てびっくりしましたね。で、品番が A4140 になってますね。で、後ろの成分表を見ていただきますと、新バリアスコートは炭化水素系溶剤って書いてますね。で、旧型の方は石油系溶剤ポリマーレンジって書いておりますので、成分表を見ていただけるとどちらが、新しいのか古いのかっていうのを見分けることができますので、十分購入される際は、注意が必要だと思います。で、今まで持っているのが新しいのか古いのかっていうのも見ると、成分表を見ると分かりやすいのではないかなと思っております。はい、今回はトリプル対決となりますので、こちら旧バリアスコートですね。
で、これ、キューバリアスコートを左側に施工していこうかなと思っております。で、真ん中に KF96 シリコーンですね。いつも使っておりますシリコーン。で、右側にこちら新しい新バリアスコートですね。A-140 って書いておりますし、艶出し効果に優れているため外観が大きく変わることがありますって書いてましたね。今回も。そちらを使っていこうかなと思っております。なので、今回はトリプル対決となっております。ちょっと時間がかかるかもしれませんが、最後までよろしくお願いいたします。はい、それでは早速、新バリアスコートから右側に施工していきます。こちら新バリアスコートですね。あの缶の方にはスプレーって書いてますが、スプレーって書いてる方が新バリアスコートだと思います。で、こちらは炭素系溶剤って書いておりましたし、あの旧バリアスコートは独特のあの臭い匂いがしましたが、施工してみるとこの新しいバリアスコートの方は匂いはあまりきつくありませんでした。ただいま新しいマイクロファイバーが付属されておりました。2枚付属されておりましたので、そちらを使って一応軽く、湿らして硬く絞った状態でマイクロファイバー使っております。ただいま、施工しておりますが、バリアスコートはボディが濡れている状態でも使用できますので、今回はボディを軽く濡らした状態で行っております。まあいつも僕はそういう感じでやってますね。その方がムラなく綺麗に仕上げることできますね。ただいま新バリアスコートを右側に施工しております。で、施工できたらすぐに新しい綺麗なマイクロファイバーでさーっと拭き上げる感じですね。施工方法は、ごく簡単ですね。さーっと拭き上げるだけです。あんまり乾かない方がいいのではないかなと、個人的には思っておりますので、施工後すぐに新しいマイクロファイバーを使って拭き上げております。ただいまさーっと拭き上げできましたが、どうでしょうかね。やはりいいですね、ツヤ感は。で、ムラなく、仕上げることができましたね。やはり軽く湿らした状態で、水分が乗っている状態で、施工する方が簡単にムラなくできるのではないかなと個人的には思っております。ただいま新バリアスコート施工直後の映像を見ていただいておりますが、やはりツヤ感はいいですね。本日は天気が悪く曇っている状態でしたが、十分綺麗なことが分かってもらえるんではないかなと思っております。やはりいいですね、バリアスコート。評価が高いだけありますね。旧型はかなり評価が高かったんですけど、この度おそらく 2,3 ヶ月前ぐらいに発売されてたんですかね。新バリアスコートをただいま使って施工直後の映像を見ていただいております。いい感じですね。はい、次は左側に旧バリアスコートですね。古い方のバリアスコートを施工していこうかなと思っております。こちらも同様にボディの上に水分が乗った状態で、十分に振った状態で施工していきます。こちらも僕もだいぶ使ってなるんで、ずっと使ってなかった状態なので、専用のマイクロファイバーはちょっと見当たらなかったんで、別のマイクロファイバーを使って、まあ、こちらも軽く濡らして硬く絞った状態で使用しております。なので、まあ、施工方法は新旧ともに一緒ですね、やり方は。やはり、旧型のバリアスコートは独特の、臭い匂いがしますね。石油系の灯油っぽい匂いがしますので、十分に換気をされた方がいいのではないかなと思いますし、まあ、ちょっと匂いが、苦手な方はマスク等で軽減できるようにされた方がいいのではないかなと思います。まあ僕もこの匂いはちょっと苦手ですね。 なかなか慣れないですね。本当に灯油系の匂いがしますね。
はい、今施工できましたので新しい綺麗なマイクロファイバーでさーっと拭き上げております。まあこちらもこちらはまあいつも僕ミニクーパー愛車ミニクーパーの方では、ルーフのみにバリアスコート施工しておりますのでいつものやり方で行っておりますが、やはりムラなく綺麗に仕上げることできますね。なのでまあバリアスコートを使用される場合はマイクロファイバー、綺麗なマイクロファイバーを2枚用意しておいた方がいいのではないかなと思っておりますし、施工するマイクロファイバーは一旦、軽く湿らした上に強く固く絞った状態 で置いておいて、で拭き上げるマイクロファイバーは綺麗な乾いたマイクロファイバーで拭き上げると簡単に施工できるのではないかなと思っております。まあ個人的ですけど、まあ僕はいつもそんな感じで施工してますね。はい、施工できましたので施工直後の映像を見ていただいております。こちら旧バリアスコートの方になりますね。やはりバリアスコートいいですね。旧型も全然新型と同様のツヤ光沢が出ておりますね。まあちょっと今日は天気が悪かったんですけど、十分綺麗なことが分かってもらえるんではないかなと思っております。いいですね、バリアスコート旧型も。はい、次は真ん中ですね。真ん中のパネルの方に KF96 シリコーン、いつも使っております KF96 シリコーンを塗布していきます。いつもの塗布のやり方ですね。ボディを湿らした状態でショップタオルを濡らして KF96 シリコーンを伸ばしていく感じですね。薄く伸ばしていく感じで大丈夫だと思います。でまあムラなく仕上げる際にはやはり十分にボディの上に水分が乗っていることを注意しながら施工されるとムラなく綺麗に仕上げることができます。ただいま KF96 シリコンを中央部分に今施工しておりますね。まあショップタオルで軽く伸ばすだけで問題なく施工できます。こちらもで、まあ私はいつも KF96 シリコンを施工する際はショップタオルのみで行っておりますね。マイクロファイバーは特に使っておりません。まあ簡単にさーっと伸ばすだけの作業となっております。 KF96 シリコンはまあボディが濡れた状態で施工するといいんですけど、どうしてもすぐに KF96 シリコンを入れると直後にもう撥水しますんで水分が流れていく傾向がありますので、その際はボディが乾いてくるとムラになる恐れがありますので、水分を追加してあげながら施工するのもいい方法ではないかなと思っております。ただいま施工できましたのでショップタオルで軽く拭き上げていきます。ただいまショップタオル、新しいショップタオルに切り替えて拭き上げておりますが、もうほとんどムラなくさーっと仕上げれますね。本当にマイクロファイバーとかは必要ありませんので、ショップタオルでさーっと拭き上げれば何らくムラなく仕上げることできます。でこの後新しいショップタオル、乾いたショップタオルでさーっともう一度水分を拭き上げていくとムラなく仕上げることできますんで、まあその辺いつもムラで困っておられる方は参考にしてもらえたらいいのではないかなと思っております。はい、ただいま施工できましたので新しいショップタオルに切り替えて最後水分を拭き上げておりますが、全然ムラないのが分かってもらえるのではないかなと思います。まあ本日はちょっと曇っておりましたので、よりムラがあれば分かりやすいのかもしれませんが、全然ムラないですね。綺麗に施工できております。本当にこれただショップタオルを使って拭き上げているだけですね。拭き上げると言いますか、水分、最後に残った水分を軽く新しいショップタオルで拭き上げるだけで
ムラなく施工できます。12月に入ってちょっと寒くなってきて天気の悪い日も続いておりますが、やはりこの時期の洗車は結構厳しいですね。のさーっと仕上げたいんで結構急いでやっております。はい、3つとも施工できました。新バリアスコート、旧バリアスコート、KF96 シリコーンを施工できましたので、ただいま見ていただいておりますが、中央がKF96 シリコーンですね、こちらで、左側が旧バリアスコート、古い方のバリアスコートです。右側が新しいニューバリアスコート、新バリアスコートですね。施工直後映像を見ていただいておりますが、どれも綺麗ですね。やはり映り込みツヤはいいですね。バリアスコートは昔から評価が高いので、やはり優れているコーティング剤ではないかなと思っております。ほとんど今のところ違いはないのではないかなと思っておりますが、どうでしょうかね。まあ見ておられる方がどう判断されるかっていうところもありますが、今のところまあ個人的にはほぼ、互角ではないかなと思っております。これからまあマスキングテープを剥がしていきたいなと思っております。マスキングテープを剥がすと何らか違いが出ているのかもしれませんので、その辺を見ていこうかなと思っております。はい、ただいまマスキングテープ2本ありました。マスキングテープを剥がしておりますが、どうでしょうかね。見せ工と施工側では違いが出ているでしょうか。で、まあ新しいバリアスコートには外観が大きく変わることがありますって、なんか冗談っぽいこと書いておりましたが、ツヤ出し効果に優れるため施工後外観が大きく変化する場合がありますって書いておりましたが、どうでしょうかね。やはりマスキングテープの跡はくっきり出てますね。カメラではちょっとわかりにくいかもしれませんが、やはり見せ工と施工側とでは違いが、ツヤ感が違いますね。もう肉眼では全然違うんですけど、カメラを通すとちょっとわかりにくいかもしれませんが、やはり違いが出てますね。あの黒さが、色が違う感じですね。ツヤ感も違いますが、やはりあの黒ですけど、黒の違いが出てますね。色が、発色が良くなってる感じがいたします。こちらが旧バリアスコートと KF96 シリコーンの境目ですね。こちらもやはり違いが出ていますね。ツヤ感が全然違いますね。で、黒さも違います。発色がやはり良くなっている感じがいたします。はい、マスキングテープの跡が残っていると分かりにくいかなと思いますので、新しいショップタオルでただいま拭き上げてマスキングの跡を取っておりますが、その後も違いが出ているのかっていうのを今後見ていきたいなと思っております。ただいま軽くさーっと拭き上げましたが、どうでしょうかね。ちょっとカメラでは分かりにくいかもしれませんが、違いが出てますね。やはりこれがツヤ、発色の違いですかね。コーティングしている、していないとで、こんだけ差が出る感じですね。あのカメラではなかなかお届けできないのがもったいないなぁと思ってるんですけど、肉眼ではくっきり違いが出てますね。こちら、新バリアスコートの方ですね。で、中央が KF96 シリコーン、左側が旧バリアスコートとなっております。こちらもやはり、境界線くっきり出ておりますが、ちょっとカメラでは分かりにくいかもしれませんが、肉眼では完全に違いますね。で、まあこれからちょっとあの寝かさないとダメなので、寝かしてから1日ないし2日置いてから撥水チェックしていこうかなと思っております。動画の方が長くなってしまいましたので、2部構成としていこうかなと思っております。なのでまた後半もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。